阪青山大学健康科学部健康栄養学科1年生の赤嶺遥です。名和西高校出身です。スポーツ選手や運動している人の管理栄養士として栄養をサポートしたいと思ったからです。私は K-POP アイドルが好きで、綺麗なスタイルをどのように栄養を摂取しながら管理しているのかすごく気になって、栄養の世界に興味を持ちました。もともと沖縄を出たいと感じていて、東京か大阪で悩んだ結果、大阪に進学することに決めました。県外に行くと決めていたのはもう高校1年生から3年生まで変わりなかったです。自立して親元を離れてみたかったからです。学校の方でオープンキャンパスには絶対参加しなさいっていう指示があって、5月にこちらにオープンキャンパスに来て、そこでいいなと思って、10月の合格祝いと1月の試験の時にその物件の見学も合わせて、また大学の見学に来ました。雰囲気がすごく良くて、先輩とかが笑顔で優しくいろんなことを教えてくれたりしたので、不安とかもあまりなく入学することができました、はい、あと箕面の駅に着いた時にすごく空気がうまくてびっくりしました自分は箕面滝に行くのがおすすめで、上に登るにつれて空気がどんどん美味しくなっていくので徒歩で登るのがすごいおすすめです。実習が豊富だったり、栄養に関する授業がまだ基礎科目ですが、結構難しい勉強ですけど、どの科目も楽しいです。沖縄よりいろんな楽しめる場所があってすごくいいです。梅田とか難波とか美味しい食べ物とか可愛いものがいっぱい売ってたりしてるのでおすすめです。私は K-POP アイドルが好きで、沖縄から出たらライブとかにも行きやすくなるし、アニメとか漫画が好きな人もジャンプショップとかアニメイトとかも行きやすくてとてもおすすめで、自炊が大変で、自分は沖縄にいる時は家族の分まで一緒に作っていたので、一人分を作るってなった時に作りすぎてしまって 2,3 日同じ料理が続くことが多いです。管理栄養士の資格を取ることと、あとスポーツ選手や運動している人の指導ができる資格も取れたらいいなと思っています。自分の趣味などを話して会う友達を見つけたら、結構いろんなものが好きな友達がたくさんいるので、すぐ友達はできると思います。今週末の土曜日にイッチという K-POP アイドルのライブが東京で行われるので、そこに行くのが夢だったので今週末行ってきます夜行バスで行きます、夜行バスは夜から早朝にかけてほぼ乗って寝るだけみたいな感じではあるんですけど飛行機とか使わなくてもバスで東京まで行けるっていうやつです。地面なので運動してる人とかの栄養管理をサポートできたらいいなと思っています。お父さんお母さんびっくりするぐらいホームシックなってませんいつもありがとう。学費も払ってくれてありがとう。一人暮らしをして大変さをすごい実感しました。りゅうくんもゆあも元気にしてる。はるか元気だよ。夏休みに沖縄帰るから、その時は家族でご飯食べに行こうね。バイバーイ。いつもありがとうね。環境に慣れるまではアルバイトなどをちょっとするのはおすすめしなくて、その土日とかに一人で落ち着ける時間とかを作るのがすごいおすすめです。違う環境に移るとやっぱ最初はストレスが溜まったりするので、その自分はそれこそ、 その K-POP のライブとかアニメ見るのが好きなので、土日はもう最初はバイトしないでダラダラゴロゴロそれを見てちょっとストレス解消とかしてたので、やっぱ最初の 1,2 ヶ月は一人でいる時間とかを作ったらいいと思います。大阪青山大学はすごくいい土地にあって、子ども教育学科と健康栄養学科と看護学科という3つの学科が
あって、実習などで3つの学科で交流することもできるのですごくおすすめです。箕面は自然豊かな場所なので皆さんぜひ来てくださいね。メサレー。